わかっていますよ。指揮官さんの言う通りにします。ですから、顔を見ないでください。恥ずかしくて、恥ずかしくて変になっちゃいますから。とにかく早く終わって。かの対戦では何回か改装を行いましたけど、結局ほとんど戦いの役には立てなかったような。こんな私でも鉄血の艦船では戦歴が長い方？信じられません。ライプツィヒ級の2番艦ニュルンベルクです。今日からここで指揮官さんのために頑張ってあげます。で、いいでしょうか。もう勤務が始まる時間です。指揮官さん、頑張りなさい。さあ、指揮官さん、今日も艦隊のためにテキパキ働くのですよ。私も一緒についていますから。どうして指揮官さんは一人でここに？もしかして他の子がいない間に乗じて？違うんですか？指揮官さんはブロッドジェンが好きですか？そうですね。仕事が順調でしたら作ってあげますね。の差し入れはまだダメです。出来上がっていません。誰が何と言おうとあと2分は待ってもらいます。ライプツィヒちゃんが倒れやすいのはどうしたらいいでしょう。スポーツで体を鍛えるのはどうかって、どうでしょう。あ、指揮官さん、もしかしてライプツィヒちゃんに何か変なことをするつもりですか？指揮官さんには厳しすぎたでしょうか。もしかして指揮官さん、私に怒ってたり。きっと大丈夫よ。どうせ指揮官さん、変なことしか考えていないですから。またサボっているんですか？どうやらしつけが必要ですね。指揮官さんはスキンシップで私の警戒心を緩めようとしている？これはスキンシップです。ただのスキンシップですから。いきなりすぎです、指揮官さん。急に頭を触ったりして。指揮官さんはきっと変なことを考えているんですよね。違うんですか？じゃなくて、どこを触ろうとダメなんです。私が変なこと、なんでもありません。新しい任務です。この前の任務は、指揮官さん、どうなっていますか？任務が全部完了しました。さすが指揮官さん。新しい手紙ですよ、指揮官さん。
いたずらメールではないのですね。出撃お疲れ様でした、指揮官さん。みんなのためにもうちょっと頑張りなさ、頑張ってくださいませ。指揮官さん、目障りですね。ライプツイヒちゃん、どこかで行き倒れたりしてないでしょうか。指揮官さんも一緒に探してみなさ、見てもらえませんか。ブロッドシェンの作り方ですか。教えてあげてもいいですけど、私こういうのにはそこそここだわりがある方で。待って、指揮官さんはもしかしてこれで私に接近しようとしているのでは。指揮官さんといる時間がどんどん長くなっている気がします。やっぱり指揮官さん、変なことを考えているんですよね。このままでは、このままでは私、あれ、別に嫌ではないような。よく考えてみれば指揮官さん、変なことをしてくるどころか、すごく優しく接してくれて、一緒にいても安心しますし、これなら指揮官さんに何かされても別に。何を言ってるんですか私、今のは聞かなかったことにして。分かっていますよ、指揮官さんの言う通りにします。ですから顔を見ないでください。恥ずかしくて、恥ずかしくて変になっちゃいますから。とにかく早く終わって。委託が完了しました。何をすればいいか私に言われなくてもわかりますよね。努力が報われるといいですね。勝手に戦いなさい。指揮官さん、指示をください。私が1位？ちょっと意外ですね。私が1位ですよ。偉そうにしていいですよね。どうしてこんなことに。きっと私のせいですね。申し訳ございませんでした。これで倒れてください。痛い。旅行に出かけようという誘いにこんなにあっさりと乗ってしまうなんて、やっぱり指揮官さんは何か狙って。指揮官さんの準備ができましたらいつでも大丈夫って意味でした。指揮官さん、準備ができましたら出発しましょうか。今日は回る場所がいっぱいありますから。指揮官さん、鉄血のみんなへのお土産はどれがいいか一緒に見てください。ライプツイヒちゃんも一緒だったらよかったですね。あの子は人が多い場所は苦手な気が。獣王の美味しいお料理がこんなに。今度仲間たちに作り方を教えてもらおう。この獣王風の衣装、綺麗ですね。指揮官さん、今変なと
こ見てなかった。手をつなぐんですか？本当にはぐれないようにするためですか？いきなりすぎです指揮官さん。急に頭を触ったりして。指揮官さんはきっと変なことを考えているんですよね。違うんですか？新しい任務です。この前の任務は指揮官さんどうなっていますか？任務が全部完了しました。さすが指揮官さん。指揮官さん、私たちもポストカードに何か書いてみませんか？指揮官さん、もう少し頑張って。次の目的地に到着してから休憩しましょう。指揮官さん、目障りですね。ライプツイヒちゃん、どこかで行き倒れたりしてないでしょうか？指揮官さんも一緒に探してみなさ、見てもらえませんか？ブロッドシェンの作り方ですか？教えてあげてもいいですけど、私こういうのにはそこそここだわりがある方で。待って、指揮官さんはもしかしてこれで私に接近しようとしているのでは？指揮官さんといる時間がどんどん長くなっている気がします。やっぱり指揮官さん、変なことを考えているんですよね。このままでは私、あれ別に嫌ではないような。よく考えてみれば指揮官さん、変なことをしてくるどころかすごく優しく接してくれて、一緒にいても安心しますし、これなら指揮官さんに何かされても別に。何を言ってるんですか？私、今のは聞かなかったことにして。わかっていますよ。指揮官さんの言う通りにします。ですから顔を見ないでください。恥ずかしくて変になっちゃいますから。とにかく早く終わって、委託が完了しました。何をすればいいか私に言われなくても分かりますよね。努力が報われるといいですね。勝手に戦いなさい。私が1位？ちょっと意外ですね。どうしてこんなことに。きっと私のせいですね。申し訳ございませんでした。これで倒れてください。痛い。しっかり戦おうね。アズールレーン。別に嫌いというわけではありませんけど、これは。こんなに高そうな品、本当に私でいいのでしょうか？